ッシュ、傘持ってきてよ。頼むよラッシュ。雨に濡れるとショートするからいいよ。それじゃあしょうがないな。ただいま。ほほほ、パンツまでびしょ濡れ。ラッシュ、タオル持ってきて。雨に濡れるとショートするからダメって言ってたくせに。つまり今日は雨に濡れるのが嫌だっただけなんだ。こら、ラッシュ。かわいい。ミャー。どうしたのこの猫。一週間うちで預かることになったの。ラッシュも面倒を見てあげる？あお。かわいいね。子猫ちゃんに焼き餅を焼いてるのよ。ひどいよね。俺んちでもさ、風呂に入るわ、俺のジュース飲んじゃうわ、好き勝手やり放題だったんだぜ。それに比べてこの子は可愛いな。そうだ、役に立たないラッシュなんか捨てちゃってこの猫を飼っちゃえば。あ、それもそうね。レッド君、ラッシュに言い過ぎたんじゃない？甘いなロックマン、ラッシュがあの程度で懲りるわけないだろ。あれ、本日秋原町で起こった停電は短時間で回復しました。ただし発電所にも送電線にも全く異常はなく、原因は未だに分かっておりません。くっそー、宿題やり直しだー。
Yeah.
ロックマン。特に異常はないみたいだけど。でもネット君、勝手に発電所のサイバーワールドを調べたりしていいのかな。いいの、俺たちはネットセーバーなんだから。それに停電の原因を見つけないと宿題ができないんだ。わかったよネット君。でもここは問題ないみたいだね。じゃあ次はあっちだ。うん。なんだそれロックマン。大変だよ、泡がエネルギーを吸い取ってるんだ。別の空間へ運ばれていく。オーナーロックマン。わかった。僕の敵じゃないプク。僕は忙しいんでプク。もう少し、もう少しでプク。離せプク、離せプク、すぐ逃げプク、離せプク。気絶したでプク。そこまでだバブルマン。僕、いやいや、貴様はロロロロックマン。エネルギー泥棒はやっぱりお前だったんだな。このエネルギーは絶対返さないでプク。そうはいくか。3度の宿題のやり直しをさせられたお返しさせてもらうぞロックマン。ロックバスター。プク、逃げるわけにはいかないでプク。僕は誓ったでプク。このエネルギーで助けるな。あ
か、ロクマン。うん。でも、バブルマン、何が目的だったんだろう。とにかく、これで宿題ができるよ。帰ろう、ロックマン。そうだね。歩いて。あなたがこんないたずらっ子だなんて思わなかったわ。ごめんネット、また後でね。ネット君、ラッシーもしかして家出したんじゃ。ラッシュに限って絶対ないよ。そうかな。あれだけきついこと言われたら、いくらラッシュでもショックだったんじゃないかな。助けられなかったでぷくか。シェー